子どもたちと走り回るのはバドミントンの東京オリンピック日本代表桃田賢斗さんです。11月に熊本で開かれる国際大会熊本マスターズジャパンの50日前のイベントとして公式アンバサダーの桃田さんがバドミントン教室を開きました。かっこよかった。シャトルを追い越して打つっていうのを教えてもらいました。桃田選手みたいになりたいです。子どもたちにバドミントンの楽しさを伝えた桃田さん。未経験者の、子どもたちもすぐこうラケットに、シャトルが当たるようになって一緒になんか成長できてる感じが、楽しかったです。ぜひ会場に足を運んで生のバドミントン一緒に見てもらいたいなと思います。熊本マスターズジャパンは県立総合体育館で11月12日から6日間世界のトップ選手が熱い戦いを繰り広げます。熊本市で子どもたちが参加したのは昭和建設カップ KKT 未来キッズサッカー大会。今日は県内外のクラブチームなど年中から小学3年までの子どもたちが出場しました。男女混合の6人制で試合が行われ子どもたちは秋空の下ゴールを目指して元気いっぱいにプレーしていました。